野は非常に音域の広い範囲をカバーします。88件ありますが、まずは楽譜を読み解く能力、ヘ音記号の位置、右手のオクターブの位置など少しずつ理解をして弾けるとピアノはもっともっと楽しくなります。今日はこの曲を練習しようという意識と目標を持って日々邁進することができると、ピアノはもっともっと弾きたかった曲が弾けるようになります。少しずつ初見力に独譜力、曲を読み解き和音やコードで考えてみる習慣、これをつけてみることをおすすめします。和音やコードで伴奏付けもできると、とても簡単に曲に伴奏付けもできます。明日も晴れるといいな。バイバーイ。良い子の皆さんも弾く宿題、少しずつ今日はこの曲をやってみよう。1日5分5回少しずつ練習の目標を決めてやってみてください。きちんと先生とのお約束を守れた良い子には嬉しいご褒美が待っています。バイバーイ。